小夏小夏は、孔子の門人、学問を好みこう、門十明の一人とされる。小夏は、字、生は占い、名は将。孔子より44歳年少。英の人、一説に、真の恩出身。杉樽はなお及ばざるがごしで、普及と評価された人物である。また、孔子廟に飾られる四か十明において、文学には、固有、小夏というように小夏は、 文学、つまりは六教や古典に長けていたとされる。恋に小夏曰く、女ため君ん死寿、無意症人寿、とも評されている。義の文行に招かれ、その死となった。李活、呉歴、西門表はその学生である。来期によると、自分の子供が死亡した際に、あまりの悲しみに失明した。それを聞き、同門である創始が小夏を訪ね、小夏が、なぜ、自分だけ、 このような不幸に合わなければならないのかと嘆くと、ずっと祭祀を放っておいて、何事かと諭した。それに対し、我、誤ってりと嘆いた。四季樹林列伝に、孔子の死後、四波に分かれて小夏は西川におり、田子方、段幹木、金勝里らが小夏について教わり、後に王の指導係となった。今文系学では六経伝承の演言を小夏に求めている。 彼の楽風からは、後の巡視へと受け継がれる。ありがとうございます。